BAEEP ファンボロー国際航空省での EPBAEEP EP はイギリスのブリティッシュエアロスペース社によって一機製作された技術実証用航空機である。1970年代半ばイギリスの航空業界ではヨーロッパ共同、少なくともイギリスによる次期新型戦闘機に関する要求が間もなく出されるだろうと予測されていた。 1977年に誕生したブリティッシュエアロスペース社はこれを受け新戦闘機の設計に関する初期の作業を開始。この機体は少なくとも F-16 と同等の性能、能力を有するものとされていた。イギリス政府はこの計画に関して投資を行わないことを明言していたが、このプロジェクトが イギリス航空産業の長期的な存続に関わる重要性を持っていたため、BAE はフェランテイ、GEC アビオニクス、ロールスロイスなどと提携し独自計画として開発作業を推進することとなり、さらにイタリアのアイリタリアと西ドイツの MBB からの支援も受けることとなった。1982年には赤として実物大模型が、 ファーンボロー国際航空省にて展示された。この時点で、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、西ドイツの空軍当局は、共同戦闘機開発計画に向けて進み出しており、これを受けて、イギリス政府は赤の構想を発展させた EP 試作技術実証機に資金を拠出することを発表した。 1983年には、イギリス国防省と BAE との間で契約がなされ、EP の設計、製造及び飛行試験が行われることとなった。完成した機体は、ダブルデルタの主翼に、全誘導式のカナード翼を組み合わせた、クロースカップルドデルタ翼を採用し、炭素繊維複合材などの先進複合材料を用いた新しい機体構造、ヨエのフライバイワイヤ、 操縦システム、完全デジタル式の制御システムを備えた、エンジン、先進のグラスコックピットといった、新技術がふんだんに取り入れられた。武装はないが、胴体仮面には、ダミーの空対空ミサイルを搭載できるファン、埋め込み式のステーションが設置された。初飛行は1986年8月8日に行われ、この飛行中に、 高度9145メートルで最高速度マ法8.1を達成した。その後 EP は259相当、総計195時間に及ぶ試験飛行を行い、極めて貴重なデータを収集した後、1991年に退役した。EP は後のヨーロッパの共同戦闘機開発計画に寄与するものであり、 この計画はフランスが脱退したものの1986年にエファ計画として立ち上げられ、やがてユーロファイター台風運として具現化することとなる。ありがとうございます。